じゃあやっていきますか。さてさて、っていうかこれレイバン、俺そのジョブが勇者ハテナって、ちょっとかわいそうじゃないか。勇者にしてやれよ、そこは。コウモリが出現。さあ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 、魔法でいっちゃうよ。ファイヤーだよ。ファイヤーで倒しちゃうよ。ええ。いいね。いいね。よし、いいね。いい感じ、いい感じ。おっと、暗闇に。まあ、魔法ボン、バンバン使っちゃおうかな。おっと、やっぱ暗闇だと当たらないか。おっと。よし。よし。お、レベルに上がった。リカバー思い出した？覚えたんじゃないんだ。思い出したんだ。うん、そうか。なんか、あれなのかな。めっちゃ上がってたけど、なんか忘れちゃったとか、そういう感じかな。お、宝箱発見。探検は、どうしようかな。どっちがいいかな。33、31。まあ、こっちにしとくか。さあ、探検の威力。解くと味合わせてやろう。おう、ちょっと増えてる。おう、あ、でも一発で倒せないか。やっぱ倒せないか。まあ、しょうがない。あ、違う。さあ、早速。あ、もったいない。ミスった。やっちまった。まあ、いっか。あらあら。いいね、素手で倒したよ。あ、ヒーロー思い出した。レイバン、あ、勇者か。いいね、順調順調。出た、大雲。よし。こいつは火が効くんだよね。ね。おう。もう、あんだけ、大きな火だと、これ、隣の大雲に当たってんじゃないかな。もうちょっとなんか、当たればいいのに。当たればいいのに。よし。ファイヤー。ファイヤー強いな。ファイヤー万能説。さてさて。どうしようか。何か進展があるまでカットをしつつ進んでいこうか。北に行くとフロットの町、西に行くとチャールの町か。さっきチャールの町がどうのこうのって言ってたから、ま、先にチャールの町に行ってみようかな。さてさて。さてさて、さっきから地味に戦ってはいるんだが、なかなかレベルが上がらないね。最初のうちって結構レベル上がるもんじゃないの。まあ、最初がレベル5だったから、そういうもんだね。まあ、いいけど。はい。さてさて、じゃあ、西に行ってみよう。はい、じゃあ、ここがチャールの街かな。ポロリがあるの？猫耳巨大メイドロボは、いつ出るの？こうして、王子様と末長く幸せに暮らしたそうじゃ。ああ、そういうこと。先に おばあちゃんの方聞けばよかった。ちょっとさ、なんか幼女が何言ってるかわからん感じになっちゃったよ。
まあまあ、しょうがない、ね。そういうこともある、ね。この町は、ど根性野菜やら、喋る鶏やら、色物ばかり使って町おこしをしているのだが、俺はそういう姿勢には賛成できねえな。皆が注目しなくなったら、おしまいじゃないか。特産の野菜はたくさんあるし、アイデアもある。もっと堅実にならねば。フロトのように町自体がなくなってしまうかもしれないぞ。まあ確かにね、なんでも言えるけど、インパクトが強いものほど飽きるのが早いというか。池の近くに男の人が5人くらい立ってるけど、あまり近づかない方がいいよ。なんでです？なぜかわからないけど、足がひどく重たくなるような感じがするんだよ。なあ、ほなよ。お、なんか、かわいい人が。冒険者の方、占って差し上げましょうか？占い？大丈夫ですよ。迷う人々を助けるのが私の役目ですから。お代もいりませんから。はあ、じゃあやってもらおう。はい、わかりました。むむ、むむむむむむむ。あなたたちの求めるものは、すぐ近くにあると出ております。すぐ近く？辛い。わかんないよ。わかんないよ。わかんないよ。わかんない。読めない。全然違うやないかい。ノリいいな。おいしい、おいしい、芋団子。バーチャル名物、芋団子、いかがですか？芋団子。勇者、かっこ仮が欲しがってた芋団子を買おう。とりあえず一個買おう。ど根性だよ。ど根性だね。ああ、これ、すごいな。すごいな。思いっきり石の間に、こんな綺麗に並んでんの。四つ。四つずつ。すげえ。なんか、すげえ、普通に。お、店か。商店街？二桁？おう、それは。それはどうなの？ああ、困った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 。どうなさったんですか？旅の方ですか？私は、ここの町で家を貸している大家なのですが、借主の一人に会えなくて困っているのです。その人に用事があるのですか？うむ、実はこの回覧板を渡さなくてはならないのです。来週から燃えないゴミの収集日が変わる大事なお知らせ。ちゃんと渡さないとみんなに迷惑がかかります。ゴミを出す日はちゃんと守らないとね。本当だよ。みんな守ろうね。でも、大家さんならすぐにでも入れるのでは？事件や事故に遭ってる可能性もありますし。確かにそうなのだが、その家今はすごいことになっていてね、私でも容易に近づけないのですよ。それはまたどういうことですか？お化け屋敷？お化け屋敷？セイラ、セリフが変になってるぞ。予想の斜め上だからびっくりしたんだよ。借家を改造してお化け屋敷ってどういう？借主は驚かしのプロという変わった職業でして、昔の家、自分の家からお化け屋敷にしているらしいのです。ほう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 。はあ、はあ、確かに私たちが探している人です。ほう、彼に会いに行くのですか？そうしたら私の代わりに回覧板を渡してきてくれませんか？はい。大家なら自分で行けよ。そうしたいのは山々なのですが、私怖いのが
俺だってダメだよ。俺だって怖いのはダメだよ。仕方ないな。こうでもしないと彼に会いそうに会えないようだし、引き受けましょうか。よろしく頼みましたよ。はは、屋敷の鍵と回覧板をもらいました。注文なら早くしてくれ。あ、ここバーだったか。PUB、わかんない、読めないわ。あ、アメニティグッズ。止まってくか。おっとっとっと。何気に BGM いいな、このゲーム。結構好きだな、BGM。あ、今の、連続してたのか。俺な、昔な、板金やっててん、板金。板金。ぐー、ぐー。すやすやすや、すやすやすやす。ちょっと、ゲシュタルト崩壊。おじいさん。旅の者。女神像に気をつけるんだ。水を飲むと回復するんじゃないの？俺は見たんだ。目からビームを出したり、爆発したりするんだ。おそらく違うものだと思う。うん。まあ、そういうギミックとか、よくあるけど。ちょ、おう、あ、さっき言ってた、あれか。5人の、どうの。うわ、重っ。おっそ。うわ、すげえ。おー。すごいな。なんだこれ。なんだこれ。ほんとなんだこれ。くくくくくく。この俺の速さについてこれるとは。貴様、ただ者ではないな。全然動いてないように見えるんだけど。今は休んでるところなんだ。は、あ、あれですか。中に、いやいや、なんでもないです。かっこいいですね。あんたら、この先に行きなさるかね？やめておいた方がいいよ。この先には、はい、なんだっけ。はい、廃屋。忘れた。あ、廃屋でいいんだ。レギュラーは、ないのか。うん、ディーゼルもないよ。なんの話やね。あ、ちょっと、廃屋が読めなかったという、高校3年生にはあるまじきことが起こってるわけですが。らっしゃせさてさて、これは、あ、でも、剣。やっぱ、あげるなら防御力か？いや、ここは、時間を削るために少しでも、時間を削るために攻撃力を上げないと。あ、一個しか買えない。で、ついでにシールド、あ、レーザーシールドは持ってるか。そうか。ローブ。まあ、いっか。じゃあ、装備をしよう。メイス。これ、あれだね。いちいちこうやって、戻んないといけないのが、若干めんどくさいね。あ、バスタードソードってことは、あれか、両手持ちなんだ。まあ、いっか。体力多いし。特攻型で行こう。よし、じゃあ、そうだな。売ろっか。銅の剣を。あー、2個あった。レーザーシールドも、売っちゃい。で、335。ほとんど初期装備のまんまになっちゃうか。
まあ、しょうがないね。さてさて、声がだんだん小さくなってきたぞ。喋り続けろ、実況なんだから、俺。頑張れ、俺。明日はあの肉屋で、豚バラが大特売。ヘイヘイヘイ。えらいこと生活感あふれた教会ですね。神様は、私たちの生活と密着しているのです。うまいことまとめちゃって。すごいな。隣に台所がある。今日はあのスーパーで、生鮮食品が9割引き欲しい。生活感あふれるにも程があるよ。せやな。せやな。どれ？これがこの町自慢の喋る鶏さ。ボキャブラリーが多少偏っているが、そんなことは小さなことさ。ん？喋る？世界でたった一羽、喋る鶏、ゴローはこちら。うららららら、紙食べろ、食べろ、たらふく食え。俺、紙食べないんだよ。あれだよね。ヤギは、実際、良くないんだよね。紙は食べない方がいいはず。なんか、薬とか入ってるから、薬品が。待って、これ。何このアメリカンな感じ。やあ、キャサリン。どうしたんだい？ああ、マイク見て。床にミルクをこぼしちゃったのよ。それは大変だ。すぐに拭き取らないと。でも、このモップ、全然吸ってくれないのよ。おっと、これあれだろ。深夜にやってる通販とかそういうあれだろ。残念だが、そのモップは、働いてくれそうにないな。そうなのよ。どうしたらいいの？そこで、このスーパーモップを使うのさ。スーパーモップ？ああ、物は試し。使ってごらん。あら、ほんと、みるみる吸い取っていくわ。スーパーモップは、100倍以上の、100倍？ 100 倍？以上の吸引力なんだ。すごいわ。まるで魔法ね。うん、偏りすぎだろ。偏りすぎだよ。何で覚えたんだよ。おたくらもフロント砂漠を越えるつもりか？やめておいた方がいいよ。あそこに入って帰ってきたのは誰もいないんだよ。最近じゃ怖いもの見たさや観光感覚で来る連中が多くて、うちはものすごく迷惑してるんだよ。まあ確かにね。俺は見たんだよ。この井戸から白装束の女が這い上がってくるところを思い出しただけで恐ろしい。おお、それってあれだろ？某映画のそのあれだろ？なささださ、いや、うん、いや、うん、お、はい、普通に入れたし、どうしよっかな。じゃあとりあえず今回はこの辺にしましょうか。じゃあ次はこの館じゃねえや、お化け屋敷に突入していきたいと思います。では次のパートで会いましょう。